自民党は菅総理大臣の総裁就任後初めてとなるポスターを発表しました。ポスターのキャッチコピーは国民のために働くです。丸川広報本部長によりますと、国民の安心安全な生活を一日も早く取り戻して日本を再び大きく成長させていくという思いが込められているということです。また背景は赤を基調とし、国民のために働き続ける強い情熱ぬくもりを表現したとしました。菅総理はポスターが完成したことを受けて、国民のために働くという信念が全国の皆さんに届くようにしっかり対応してくださいと語ったということです。今回のポスターは通常の 1.7 倍にあたる17万枚作成され、10月下旬から全国で掲示される予定です。